どうもこんにちは。今回はですね、アマゾンでタイムセール中だったこの焚き火台を買いました。値段はですね、1280円。焚き火台の中でもですね、かなり安い値段なんじゃないかなと思います。一度使った後なのでちょっと汚れてるんですが、袋を開けるとこんな感じで入ってるんですけども、実際ですね、これ見ただけだと最初どうやって作ったらいいかわからなかったので、今回はですね、これの組み立て方を一回やってみたいなと思います。こういう風にですね、こんな感じでこっちは上向き、こっちは下向きっていう感じなんですが、これを合わせます。で、もう一つも合わせます。そしたらですね、次はこれかなと思うんですけども、こっちです。で、ここの 1,2,3 箇所が出っ張ってるんですけども、ここは1箇所だけ出っ張ってないんですね。で、これをこの出っ張ってない方を前にしてこう差し込みます。で、3箇所すべて差し込んだら、ようやく最後これですね。これで出来上がりです。で、あとは、この2つ付いてるんですけども、あんまり使うことないんじゃないかなって感じがするんですけどね。これを角のところに差し込んだら出来上がりと。多分僕は基本的にこれ使わないんじゃないかなって感じがしてます。ということでですね、実際に使った様子を見てみましょう。ねね、あれここ座ってごらん、うん、じゃあこれは何かっていうと、うん、ちょっと開けてみるね、うん、当ててもいい？もういいよ、開けてごらん。当てられる？子供でもこの中にまた袋が入ってる。おう、また袋の中。え、すごくない？すごいね、袋がいっぱいあるね。この袋も父ちゃんなんか使えるんじゃないの？え、何これ？え、何これ？これはね、バーベキューコンロ焚き火台って書いてある。ウッドバーニング1280円だった。これってどうする？これどうやってするのかね。ちょっと待って。いやー、ももちゃん浮いてきたよ。そうだよ、ゆーちゃん、みんなももちゃんと遊ぼうよ。何して遊ぶ？ももちゃん、クリームがいいんじゃないですか？いやいや、おにごっこだよ。こうやってね、シールが貼ってあるんよ。それ外すん？これを外そう。あ、ももちゃん外したい。いいよ。え、楽しそうな。え、全部外す？全部外していいんじゃないかな。じゃあこれも外すね。シール外さんと燃やした時に取れんくなりそうだもんね。うん、ももちゃん後に最後外してもいい？いいよ。やった、楽しいで。多分ね、汚れんようにしとるんよ。あ、そういうことか。待って、ブチ楽しいんだけど。こうやってやるってことか。こういうこと？こうじゃないんかな。あ、そういう感じじゃないの？そうじゃないの？なんかそんな感じがするよね。なんかそういう感じがなくて。こういうことかな？そういうことじゃないの？こういうふうにつけてるかな？ほら。あ、ほんまじゃ。やっぱりじゃ、うん。下の分をこれにしてるんだよ。うん。下をどうやってつけるのかな。ああ、そういうことか。え、どういう感じな。ここは出っ張っとるでしょ。この出っ張っとるところとここを入れるんだよね。これで、こうなるから、こうでしょ、うん、で、こうでしょ、こう、こういうことやろ。あ、ほんまじゃ。え、ダメだね。ネバールくん大丈夫だった。ネバールくん、だけどこれは何使うん？
この指は何に使うんだろう。こうやってやるんだよね。あ、そういうことだ。なんかこんな感じで。あ、それで入れるのか。もーちゃん、お腹すいた。お腹すいたね。ちょっとすぐ作るけど。あ、それでもーちゃんトイレしちゃうもん。トイレ行きたい、うん、じゃあトイレついていこうか。うん、それついてきてくれる。うん、ちょっと待ってよ。よかった、大丈夫。こうやってするのかな。かわいい。とんがつたち入りそう。これでいいかな。多分できたよね、これで。うん。じゃあ、こんな感じで完成です。完成です。こんな感じで一回火をつけてみようか。うん、こうやってゆったりするか。いいよ。こっちのところがゆったりだ。おお、なんていうこっちの。寒いな。カップラーメン父ちゃんも食べるでしょ。はい。これでカップラーメンだ。そうよ、これで火を起こすね。これ入れられる。待って、こっち入れなきゃいけないね。ちっちゃくしてから。入れたい。ちっちゃくしてから、ね。手袋もしといて。分かった。寒いけ。ね。あったか。あの、ももちゃんが手袋するといきなり。風はなくなるんですけど。風がなくなりました。よし、火もどんどん入れていくぞ。これあと横から入れたらいいかもしれないね。これは枝を切って。枝切れるかな。なんかいい香りがするんだけど。そう。あ、上手じゃん。綺麗に入ったかね。ももちゃんは水分がね、できる。火の匂いがするね。火の匂いがする。もういいかね。どうかな。うん、よし。入れるの楽しい。ねえ、もうちょっと入れてもいい。もうちょっと火が弱くなってから入れようか。すごい燃えるね、これ。え、これで何を焼く？あれを焼く。あれも焼こうか。はい。寒い？外寒いね。寒いな。
父ちゃん。はい。どうしました？じゃあちょっとずつ入れようか、またね。木の枝をね。じゃあ木の枝ちょっとずつ入れるけど。さっき思った人に割ったよ、さっき木の枝を。おお、すごいじゃん。このね、鍋がね、あんまりね、良くないけね、うん、A 鍋だったらもっといいと思うな。 A 鍋だったらあそこから出るの。そうそう、だけど、まあいいよ。まあいいかな。ちっちゃいカップ、あのね、大きいカップラーメンがすぐできる。大きいカップラーメンは3分でできるけね。え、早い？早いよ。じゃあ、ちっちゃいカップラーメンは時間かかる？ちっちゃいのも3分なんだ。あ、じゃあいいじゃん。お湯をね、作るまでがね、時間かかるけ。だけど、これだったらすぐできると思う、たぶん。父さん。はい？これ、みんながね、寒いっておるよ、ほら、みんなが。みんなが寒いっている？うん。いいよ、入れたな。これね。弱くなってきとる？うん。まあこれだねか。よし、木の枝をどんどん入れてください。はい、こういう長いのでもいいんですか？長いのでもいいですよ。じゃあどんどん入れていくね。はい。こっちからでもいい？風が強いけど、なかなかあれだね。入れるのが大変。うん。こうやって、入れたらやったらいいかな。え？入れるのが大変だ。燃えるね。ほんじゃこんなに燃えると思わなかった。ももちゃんもね、これぐらいしか燃えんかと思わなかった。ねえ。はい、カップラーメン食べたいじゃん。もっとタコさ入れよう。わかった。じゃあどんどん入れていくね。はい。もう寒くて寒くてね。なんかタコさんもね、遅いんだって。本当にね。こんな寒いのに。ダメだね、山田氏は。落ちた。おお、なかなかやるじゃないか。なかなかすごい。あ、もう入れたい。入れる？あ、上手上手。こっちの分も入れてもいい？いいよ。ん？どれ？これとか。あ、ちょっと待って。ちょっと自分にできるか試してもいい？試してみる？できる？父ちゃん、おもちゃがやりたいんだったらやらせてあげるけど。じゃあ行くよ。
手で持っていく。これで、このまま、えいや、えいや、えいや。おお、すごい。これじゃ、取れるのかな。横からやってみます。横？横から。もう割れてるところがあるって。えいや、えいや、えいや、えいや。もうちょっと半分に折ったらいいかもしれない。あ、じゃあ半分に切るね。うん。これ入れてみよう。これ切るの？怖いって。怖い。どんどんちょっとももちゃんちょっと短くしていこうか。ちょっとだって。あ、やってくれる、うん、すごい。多分ね、細くなったらね、燃えやすいけどね。え、これ細い？うん。ちょっとなんか色が変わってきてない？あれ変わってきたね。やっぱ100均のね、鍋じゃけよろしくないんかな。もう入れてもいいんじゃないの？ちょっと待って。だけどももちゃん、父ちゃんいいな、やってみたい。ももちゃんも入れたい。